ぱこんな数字が待ってるとさすがに思わんかったね。いや、こんな数字が待ってるんだったらもう、もっと早く来ないかな。だからよくあることだったからなんだよね、油断したな。まだ腎臓病の数字もステージ3じゃなかったからね、2だったからね。そう、回復、あの点滴で結局回復して家帰っておしっこ出てが結構繰り返されてて、うん、でだって前もさ、あの点滴したらまあ、外来でやらさせてもらって、そう、回復が良かったから、うん、ですよね。だけどそうならんかったことがおかしいんだよね。昨日ぐったりだった。いつも外来で点滴してたけど、多分その日すごいたくさんおしっこしてたしてた、してた。夕方ごろに動き出してトイレ行って、うん、おしっこ、ね、やっぱ点滴するとおしっこ出るねって言って、そうそう、だからそれが出んってことがまた、いかんかった、いかんかったんですよね。だから最後にしたのだから結局さ、だいぶ経ってるから、あの水曜日、火曜日の夜、火曜日の夜だと思う、水曜日の朝にかけてでしょ。だいぶちょっと開けてしまったところがいっぱいあったので、さあそれでね、見てる前でちょっと今から栄養補助します。